部の方はだいぶ降りてくるようですね。はい、街を良くすると細谷秀明でございます。日時は2019年11月の1日でございます。街を良くすると細谷秀明でございます。今現在ですね、東京都青梅市の、釜の内の方にね、今来ております。旧宮崎家住宅の前に来ております。ここにはですね、他に郷土博物館等もございます。台風19号のですね、影響でこの辺ですね、どうなったのか今調査中でございます。私もね、ここ久しぶりですので、このですね、旧宮崎邸ちょっと見てみたいと思います。ちなみにですね、ここは重要文化財となっております。本当にですね、昔ながらのですね、かやぶきのね、屋根の作りとなっております、ね、なっております。もう今ね、こういう作りのね、お家っていうのはね、もうほとんどありませんね。目の前にはですね、多摩川がこうやってね、流れております。隣がですね、郷土博物館でございます。すごいですね。すごいですね。昔ながらの作りでございます。歴史あるね、作りでございますね。近所の方はだいぶ降りてくるんですね。